キャンチャンネルを立ち上げます。FM ギノワン YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。 FM ギノワン夜のスタッフ、キャンです。 FM ギノワンでは、去った10月1日5周年を迎えました。この度5周年記念として当 FM ギノワンではキャンチャンネルを立ち上げます。キャンチャンネルとは、 FM ギノワンの再生回数を伸ばすためショートムービー、細かい企画等を、私 FM ギノワン夜のスタッフのキャンが、お送りしていただく、動画のチャンネルとなっていきます。具体的には、まあ僕の趣味をいろいろ紹介したり、まあ、その中でも宇宙が僕は得意なので宇宙の話をしたり、またはトランプマジックを披露したり、その披露したマジックを皆さんパーソナリティにリアクションしてもらったり、さまざまな細かい企画を、打ち出していきたいと思っております。まず手始めに、今回は自己紹介として1本目の動画を作成し、アップロードするんですが、そうですね、この動画10月、5日の8時に上げている予定です。なので毎週月曜8時、この時に動画を配信して、このキャンチャンネルを続けていく予定となっています。まあ、このキャンチャンネルはちゃんとオープニングと、エンディングをつけてですね、なんかこの YouTube の動画っぽく仕上げていく予定になってますんで、皆さんよかったらこのエンディングもちゃんと見てですね、チャンネル登録よろしくっていうのを作りますんで、そこの方で FM ギノワンの YouTube チャンネルに登録していただけるようにつなげていこうと思っています。ちなみに FM ギノワンを見ている方でも私のことを知らない方もいるかと思いますんで、軽く自己紹介します。FM ギノワンで、火曜日から金曜日夜の部を担当している、まあ、スタッフのキャンと申しますが、具体的に僕はですね、まあ、この FM ギノワンに勤めてもう3年になりますが、なかなか朝とかお昼の番組との交流が、そこまで多くはないので、知らない人もいるかと思います。見た目こんだけチャラいんで、僕はFM ギノワンのチャラ男と、いつも自称していますけれども、キャンという名前はですね、普通に本名で名字のキャンを取ってキャンと名乗ってるんですけど、FM ギノワンで勤める際にやっぱり、何か活動ネームが欲しいなということで、実際には CAN、できる男と名乗っています。できる男のキャンですね。まあ、実際に仕事ができているかどうかは、山内さんに聞いてください。ということで、これからキャンチャンネル週に1回動画を上げていきますので、皆さんもしよければぜひ毎回チェックしてもらえればと思います。まあ1回目の企画は何がアップされるのか乞うご期待ということで、来週の月曜日もお楽しみに。さよなら。